僕はですね、ぴょこたんという名前でですね、こういう漫画を描いてるものです。僕は任天堂信者ね。明日ね、これです。任天堂の株主総会。だからね、朝から京都に、まあ、始発の新幹線でも間に合うっちゃ間に合うんだけど、ちょっと余裕を持ってね、一応先に。いやー、高田富美も良かったね、今日。なんだかんだで。またやっぱり3年連続で刺してくれてるからね、タカラトミーも。3年連続で僕のこと刺してくれてる企業はですね、タカラトミーと DNA、この2社だけです。で、2年連続が、角川、カワンゴね。あとね、さっき誰か書いてたけど、スーパーファミコンミニがね、発表になりましたね。どうせ明日の株主総会でも誰かそういう質問するんだろう。なんでスーパーファミコンミニにマザー2が入ってないんですか？みたいなさ。その質問したところで、何かが変わるかってさ、何にも変わらないね。意味のない質問をするわけでしょ。僕ね、なんかね、知らんけど、ああいう、そのコレクターズアイテムにそんなに興味がなくてさ、ユニクロの T シャツも1枚も買ってないしさ。僕はゲームを体験としてその時代その時代にやっていきたいから、あれで唯一やりたいのはスターフォックス2だけなんだよな。発売せずに、もうほぼ完成してたのにお蔵入りになってね、世に出なかったスターフォックス2。そのスターフォックス2が、正式に任天堂タイトルとして、こんなにね、何年も後にね、やれることになるっていうさ、そこだけだけど、まあそれ誰かから借りるかなりして、スターフォックス2だけやればいいかなっていうか、変な争奪戦までしてまで欲しいとはね、そこまで思わないんだよな。だって他は全部さ、当時やったゲームばっかりじゃん。バーチャルコンソールでも買えるじゃん。おっとっと。はい。僕に LINE 送ると、ニコ生止まるんで、やめてくださいね。まあ、藤田さんなんだけど。いや、藤田さんの動画もね、今公開してんだよ。編集してさ。優しいから僕。藤田の YouTuber チャンネル作ったんだけど、結局、まだね、パソコンとか買ってないから、自分であげられないみたいなんですよ、藤田さんが。だから僕が今回はね、キャプチャーボード、キャプチャー、ケーブルみたいなのまで持っていってですね、今度はちゃんと、画面と藤田の顔と両方カメラでこっちを押さえて、藤田さんのね、リアクションを押さえて、こっちでキャプチャーボード、パソコンでね、キャプチャーして、で、なんつうの？一機をこっちでプレイして、プレイ画面を出して、こっちで藤田さんの顔で藤、藤とかやってるところをね、こう合成するっていうね、感じでね。お金もね、藤田さんにそれで、ちゃんと口座に Google 様から入るようにしてね。しかもマージンを一切取ってないっていう、この僕の優しさ。まあいいんだよ。藤田さんのチャンネルが大きくなれば、それはそれで僕も楽しいじゃん。おととい取りだめしたのが10本あって、10本動画を公開したらまた、しばらく更新止まりますから。じゃあ、この配信終わったらね、スペランカーアップしたけど、スペランカー。藤田さんのスペランカープレイっつったらもう、定番でしょ。スペランカーネタ。それもしっかり撮っていくから。しかも、これって無許可じゃないんだよ。藤田さんちゃんと許可取れるから。実は、その許可が出ましたよっていう LINE みたい。今の。なんだっけ？あ、明日の株主総会についてね。まだ質問をね、何しようかとか僕一つも考えてないからね。ここまで調子がいいともう怒ってる人一人もいないんじゃないかなっていうぐらい。みんなお花畑なね、もうハッピーハッピーになっちゃってると思うから、そこで僕がね、ちょっとね、そのみんなのお花畑の方になってるのを、なんとか食い止めないといけないかもしれないから、また状況によってはね、別にしたくもねえのに、辛辣な質問をぶつける可能性すらあるけどね。大丈夫かって君たち。今浮かれすぎてるけど、この浮かれすぎてて落ちたのが君たちだろっていう。Wii でね、浮かれまくって、株価がもう7万円、8万円近くいって、で、そこから先、その次のハードに引き継ぎが一切できなかったっていう。Wii DS であんだけさ、天下を取ったね、Wii DS がこんなに短期間でさ、没落するとは誰が思いましたか。それのね、まさにスイッチがね、同じ道をたどる可能性だってあるんだよっていうね。勝って兜の尾を締めよっていうね。それをね、ぶつけてやろうかなって今ね、ちょっとね、ふつふつとね。まあでもその状況によるけどね、いろんな、どんな質問が他に出たかとかさ。あとね、ちょっと今日わざわざ見せたいもんがあって持ってきたんだけどさ。角川からね、株主優待のお知らせ届いてたんだよ。ほら。カワンゴの、このね、今ニコニコから見てる皆さん、君たちのいるところだよ、これ。角川のドワンゴの優待ね。
で、今回はね、雑誌だったら、書籍だったら3冊もらえんの。書籍は3冊。DVD だったら1つ。で、ムービーチケットだったら2枚で、なんか、電子書籍のカードだったら3000円分で、ニコニコグッズだったら1個ね。あ、大体これでしょ、やっぱり欲しいとしたら。テレビちゃんクッション。ただね、ちょっとこれでね、ムカつく本がね、入ってたんで、見せようと思って。やっぱさ、角川の書籍、それなりに売れてる本がいっぱいあるじゃん。その中に、これわかる？何これ？子宮の中の人々って。何が子宮の中の人たちだよ、これ。このね、田中圭一さん、先輩漫画家の田中圭一さんの大ヒットしたうつ抜けとか、あとこのポンタっつうの？鴻池剛さんっていう、どっかで僕もお会いしたことあるんだけど、タカラトミーからね、猫ちゃん商品化もしてるこの鴻池さんとかに混ざってしれっと、こんな落書きの漫画なんでここに載せてんだよ。こんなん誰が買えるんだよ。つうか3冊しか選べないから、まあ選ぶしかないんだけどさ。まあ僕もだからね、うつ抜けと、とりあえず話題作うつ抜けとね、このポンタ、鴻池さんの本ポンタと、あと1冊ねえなと思うから、この子宮の中の人々選ぶしかないんだよね。結構いろんなの中選べるようになったね、優待。まあ待ってよ。スナックワールドの延期についてとかさっきから書いてる人もいるけどさ。スナックワールドの延期はもうしょうがないでしょ。スナックワールドのゲームの 3DS 版は7月13日発売だったのが、6月の後半になって急にね、1ヶ月延期しますよって。こんなドタバタ劇ある？かなり不安だよね、そんなことされると。出来がどうなんだろうなって。ちゃぶ台返しが入ったってことは、それなりにクオリティがやばかったのか、重大な致命的なバグが見つかったのか、何なのかわからんけど。いや、でもスナックワールドアニメ普通に面白いんだけどな。ただね、あれね、最初から海外展開を意識した作りだから、ちょっとなんか海外のさ、カートゥーンみたいなイメージ、印象あるじゃん、ちょっと。そういう感じなのかね。海外展開のしやすさ優先で作ってんじゃねえの。キャラデザがね、ちょっとね。僕は面白いと思ったよ。最近好きなのはね、ピーター・パンパンっていうね、変なおっさん。変質者だね。簡単に言うと、子供たちを騙して、自分が偉いっていう、お山の大将を気取ってる変質者のね、ピーター・パンパンっていうキャラが出てきたんだけど、そのキャラ結構いいんだよ。知ったかぶりでね、本当はすげえ弱いくせに、いたじゃん。自分が小学生の頃さ、中学生でそういうやついなかった。同級生からは誰からも相手にされないからさ、僕たち小学生と一緒に遊びに来てさ、その中ですげえ兄貴面するやつっていなかった。いたでしょ。まあ僕もそうだけど、僕もね、確かに、その下のやつに対して優位性を保ちながらね、自分のね、手駒として使ったりはしてるけど、明日のそういえばさ、株主総会の、これ迎えてのね、作戦会議枠だったんだったわ。今思い出したけど。ああ、みんなポーカーも始めてみようかなって人もいるけどね。ポーカー始めた方がいいよ。ポーカー始めるのにうってつけの機会は、夏にある AJPC ね。無料で参加できて、優勝したら賞金200万ぐらい出るっていうね。めちゃくちゃオッズ最高のイベント。出るだけで3000円ぐらいの価値があるっていう。だからテキサスホールでもおすすめしたいんだけどな。ただね、おすすめしても、向き不向きがあるし、みんなが僕みたいにさ、頭脳が切れるオッズ理論の基づいて動けるタイプじゃないじゃん。精神揺さぶりに弱かったりとか、そういう人にはなかなか向いてないからな。ソルの件、あえて無視してんだろって言ったけど、ソルの件よく知らないんだけど、何なの？ソルと横山緑が揉めてんの？僕忙しくて、他人のどうでもいい配信ね、見てる暇ないの、今。なんかあったの？いや、僕は別にソルはもともとやばいから気をつけろって言ってたじゃん。深入りは言っちゃいかんよって。適当に絡んで、情報交換する分には、いろいろ知識もあるし、いいけど、いや、別にソルと僕なんか悪くないよ。ただし、ソルはバットマンのお面かぶってる。近所に住んでた時とかもあって、油断するとね、危ないんだよね。だって僕はさ、そこのじゃなくて、うちの近所の西日暮里のね、コンビニで普通に買い物してたらさ、明らかに怪しい動きをして、こんな泥棒みたいな動きをしながら行ってるやつがいるから、なんか不自然だから目行くじゃん。そしたらソルがこうやって、
ニヤニヤしながら盗撮してんだよ、僕のこと。僕は普通に普段着で、なんか、サラダとか買ってるところをさ。でもあれもバカでさ、そんなニヤニヤして、イヒヒヒってやりながらこうやって動かなければ、全然気づかなかったのに、そのイヒヒヒみたいな感じでやっちゃったから、もう僕は気づいちゃったんだけどさ。しかも外ってデータマニアだから、全部ね、過去のデータとかね、ハードディスクに残してんだよ。だから、カルチャーブレインのね、昔カルチャーブレインのホームページに、昔、検索ワードとしてね、なんつうの、超昔のホームページってさ、検索ワードをさ、背景と同じ色でさ、書いておくっていうのあるじゃん。背景と同じ色に書いておいて、そうするとそこ、表から見えないんだけど、検索ワードとして引っかかる。で、カルチャーブレインのホームページに確かね、なんかね、おっぱいとか女子高生とか、パンチラとか、一企業のトップ企業にそういう文字が書いてあった時があったらしいんだよ。それも、それ持ってっから。危ないよ。あれはカルチャーアブレの多分技術担当者が未熟で、そこいらのホームページのアクセスアップのね、コツみたいなのを聞きかじった情報をね、使っちゃったから、そういうね、検索対象で、普通にね、超人ウルトラベースボールとか出してるあの会社がね、スーパーチャイニーズとかの下にさ、そういうパンチラとか女子高生とか書いてあったから、それも保存してからね、危ねえんだよ、それ。あとはやっぱり、女性に対してのやばさがありそうな感じがするよね。あんまりわかんないけど。あんまりわかんないし、ソルが例えば女の人と一緒にイベントとか行っても、僕はそこには深入りしないようにしてんだよ。深く掘り下げないようにしてんの。あ、どう思って。でも、あ、この人あの人じゃんっていう人とかとよくいたりするからさ。ああ、なるほどねって思いながら、ああ、どうも、みたいな。別にそういうの、僕自分になんかあるわけじゃないし、それはその人たちの個人の大人なんだからさ、二人の問題じゃん。だから僕は別にそれ良くないよとか言うことでもねえしさ。あとはその人間としてのソロっていうのは別に友達だけど、それが、女性から見た恋愛対象としてのソロとは、また見方が変わってくるわけだから、ほんとすげえ友達としてすげえいいやつなのに、そういう女性関係とかクズみたいなやついるじゃん。まあ、横山みどりもまさにそうなんだけどさ。横山みどりも絶対そうなんだよ。なんでそんな裏切りとかを平気でするかなみたいなこととか、藤田さんとかだってそうかもしんないじゃん。知らんけどさ。そういう人いるよね。だからこそね、僕の素晴らしさがね、引き立つわけなんだけど、世の中ってやっぱクズ、一部分ではクズのやつって多いじゃん。なんでだからね、僕ってこんなに素晴らしい人間なんだろうなって思っちゃうよね。すべてを兼ね備えてる頭脳とさ、コンテンツホルダーとさ、あとこのね、ユーモアの富んだね、センスと、あと優しさとさ、誠実なこの、ね、僕、思うよね。なんで気づいてないんだろうね。なんで気づかないでね、コメント欄でね、キモいとか言って叩いてるやつがいるのかが不思議なんで。確かになって言ってる人が、分かってる。分かってる。まあ、そんなね、分かんないやつには分かんなくていいんだよ。つまり僕のことをクズって言ってるやつが、こそが人間を見る目がないからね、いずれね、人を選ぶときに失敗するわけですから、ちゃんとね、僕の動画をしっかり見て、勉強しなさい。どの人がね、正しいのか。人を見る能力と、あとは距離感の問題ね。だって僕、ソルと長い付き合いだけど、別に僕はそんなにさ、ひどい目に遭わされたことないわけよ。結局、横山みどりだってさ、自分にも絶対に問題あるよ。ソルだけじゃなくて。どっちだって、僕からしてみれば、両方同じぐらいの距離感で付き合ってるけど、どっちもいいやつだ。僕の目線ではどっちも別にいいやつなんで、ちょっと危ういところはあるけど、そこは自分がそこを踏み込まなければいいだけの話であって。まあいいよ、そういうね、ニコ生界のね、狭い世界でごちゃごちゃね、クラスの揉め事みたいな感じでね、さもそれが世界中の揉め事みたいなかのようにね、大ごとにして騒ぎ立ててるね、そういう狭いコミュニティの彼らと僕はそんなに興味がないんだよ、だから分かったでしょ。そんなことより僕は任天堂の株主総会とか、任天堂、世界のね、企業のね、今後の動き、そういうところに注目してんの。そっちの方がさ、どんだけ社会的な行為だと思ってんだよ。で、ちゃんと株主総会に出席する。
その場の空気を感じるために、文字だけでは伝わらない、その場にいればわかる何かっていうのが、株主総会に行けば、やっぱり少なからず情報量はね、その場にいた方が多いんだから、何かしら入ってくるわけよ。お土産がないとかでね、ブーブー言ってるバカと違ってさ、僕はそこにいられて、そして企業のトップにね、とコミュニケーションができるってこと自体が、お土産なんかさ、こんなん2000円かそこらじゃん、価値としては。僕はそういう企業のトップに話をして、それのリアクションをもらって、それを連続でやることで、相手が僕という存在に気づき、それのことなんてさ、プライスレスなんですよ、この体験。どっちが得かっていう話じゃん。今日もね、そういう意味で僕のオッズ理論が炸裂したね、例があるんだけど、今日僕はですね、ギリギリまでね、そこのね、3000のカプセルホテルを予約しようか迷ってたもん。で、ここはね、なんとね、8000円したんですよ。7800円。普通の君たちみたいなさ、貧乏人だったらさ、迷わずカプセルホテルでしょ。君たちみたいな低所得者のさ、僕は新幹線で来てね、食事もつかねえのに、8000円のところに寝てるわけよ。なんでかっつったら、このね、配信をするっていうことが、その差額、カプセルホテルの3000円と、8000円のね、5000円の価値がある行為だと思ってるんですよ。すごいでしょ、これ。これが正しいオッズ理論。未来に向けて、ここで僕がね、一人でホテルの中で管を巻くことが、5000円以上の自分にとって価値のある。このね、皆さんにとっても価値のある。みんなが得じゃん。僕が5000円多く払うことで、今見てるあなたたち、みんな嬉しいでしょ。あ、夜中にね、こんないい話を聞けたんだなって。これはね、私の人生にとって本当プラスになったなって思ったでしょ。そういうみんなが喜ぶ顔が見たくて僕は5000円もね、ドブに捨てる覚悟でね、行ったの。すごいでしょ。それで YouTube に上げてさ、今回のアーカイブだってさ、こまめに、なんか、漫画家麻雀大会に参加した話とかしてさ、広告をポンポンポンって挟めばさ、すぐ5000円ぐらいもらえちゃうもんね。ここが賢いよね。結局、何一つね、任天堂の作戦も立てる暇もなく、終わりになりますけど、もう寝るし、疲れたから。まあ、だから明日の12時頃ね、任天堂本社前からですね、すべてね、レポートしますんで。僕はね、そんなね、きっちり台本組んで質問みたいなのね、前日から考えるようなタイプじゃないんですよ。その場の空気感、そしてその場でね、資料を読み込む、そしてその日の業、その発表の時に何を言うか、社長から何を言うか、そういうのを全部ひっくるめた上で、ボンと出すからね。まだそんなに具体的に何か質問したいとか特に考えてません。まあ、ただ僕はね、常に考えてるのは、社長から何を引き出したいのか、どんな発言を期待してるのか、言えないこと聞いたって意味がないでしょ。例えばスイッチなんでこんなに品薄なんだ、ふざけんなって言ったって、それに対して社長とかはさ、申し訳ありませんって言うしかないわけじゃん。まあ今後に向けてね、たくさん、生産をしていきますって答えが読めるわけじゃん。そういう質問したってあんまり意味がないわけよ。自分のね、ただ単にね、ストレス解消になるかもしれんけどさ。だから僕はもうちょっとね、未来に向けて、なんか、何かを引き出せるようなことをできるだけね、質問したいんだよ。そう思ってますんで。そういう感じ。質問も、何を言わせたいのかっていうのと、自分が何を知りたいのか。そういうのを含めて、一生懸命ね、考えて。まあ、難しいんだけどね、それって。で、この株主総会の場っていうのは発表の場ではないんですよ。だからここで何か新たな発表っていうのはまあほぼないんですよ。絶対に。ポロリもしないし、絶対。そういうものはね、しっかりと期間とか決められてるわけだからさ、発表の日って。だから、まあ、極端な話ね、ゼルダの新作の発売日いつですかみたいな質問も、本当にそういうことするやついるんだけど、意味ないんですよ。一個質問のタイムが無駄になるだけでさ。そういうのもよく考えると、本当に質問ってね、難しいんだよ。そう考えると、やっぱ、未来にかけたね、ちょっと抽象的な質問がいいのかなとも思っちゃうけどね。抽象的な質問をすると、やっぱ、社長とかだって人間だから、自分の頭の中にきっちりとあるものと、これは出しちゃいけないっていうことが、ぼんやりとしてきちゃうわけじゃん。難しいね。今こう、ぼんやり考えたけど、何を質問したらいいのかなって。
こう考えれば考えるほど難しいね。やっぱ流れに乗っかるしかないね。今回予想が結構消極的なのと、そういう数字とかね、しっかりした部分に行くとか、予想は1000万台予想だから、スイッチ。だけど、開発、そもそもその生産が追いついてないというのは、まあ絶対誰か言うでしょ。あんま意味ないんだよな、それ言っても。やっぱり僕はちょっとその中長期的な視点で質問するかもな。買って買うことの尾を占めてんのか、君たちはっていう、簡単に言うと。それを、ちょっと、嫌味を込めてね、Wii の失敗を例に挙げてさ、言うっていうのはなんかあるかもしんないよね。まあ難しいわ。じゃあ、とりあえず今日は、この辺りでね、寝ますんで。どうもありがとうございました。